日本兵庫県神戸市垂水区新和大新和大は、兵庫県神戸市垂水区にある町名。1町目から3町目がある。郵便番号は655-0851。2005年10月1日現在の世帯数は660。人口は、男性859、女性956で、合計1815。明だ町の中山地区の一部が、 積水ハウスによって造成されてできた住宅地である。開発された区画は617区画、面積は22万平方メートルであった。垂水区のほぼ北東端にある丘陵地に位置する。面積は21.9ヘクタールに及ぶ。東、南は、田谷町、西は、田谷町、小塚山、北は、西区学園東町に接する。 地盤整理済み区域である。1976年に,明田に谷谷、妙谷町あざゆやだに、あざがし、多門町あざ、高塚さんの各一部から新和題一から三丁目が、成立した。1977年に、積水ハウスが、妙谷新和題として、分譲を開始した。たるみの今と、昔では、妙谷町の奥端地区へと接続する地域であり、そこにある、 大都市神社にちなんでつけたとする。2021年3月までは、地域内をバスなど、交通機関はなく、住人のほとんどが、近隣の山陽バス、神戸市バスの新和大口停留所、または、学園緑ヶ丘停留所から、学園都市駅、垂水駅、明谷駅方面へ通勤、通学に利用されている。住人の高齢化が進み新和大口バス停までの、 距離が長く、団地内のバスの乗り入れが、永年の願いであった。2021年4月より、山陽バス S15 系統が、運行開始。新和台3丁目、上和台南公園前、新和台1丁目のバス停が設置され、造成から約45年目に初めてバスが地域内を、通った。ただし、便数は9時台から16時台に一日後から6本のみの、運行である。 私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。